さあやってきました、はい、こちらはですね、どこでしょう。渋谷のちょっと話題になったスケスケトイレのある公園です。あ、ネットでちょっと、そうなの、ね、人が入るとスケがなくなって隠れるよと、はいはいはい、入ってないとスケスケっていう、これをねぜひちょっと今日は丸亀くんに体感してもらって、はい、おすごい技術だなと、はいはいはい、中でケツを出してもらって本当に透けないのかどうか、はい、どういう仕組みなのか、はい、それ透けてたら大問題ですから。そう、もし透けてたらね、はい、大問題になっちゃうんで、それをちょっとこの目で確かめたいと、はい、今日大丈夫ですか、出ますか、ちょっといや、ちょろっとちょろっと出ますか、はい、このためにやってきたね。このためにちゃんと貯めてあるんですよね、はい、そう3日前の飯から貯めてるんで大量に出ます。きたね、ちょっとね、すぐそこにスケスケトイレあるんで、はい、ちょっと行ってきたいと思います、はい、いやダメでした。いやちょっとね、まさかのタイミングで故障。でももうダメ、気持ち的にはもう、はい、トイレ行きたい。いやもう行きたいんですよ。僕はまあ出ないですけど、トイレ行きたい。いやじゃあ行かなくていい。こっち3日我慢し。我慢のやつね、ちょっとこのパンパンに。膀胱見せなくて、これがただの脂肪です。いや行きたいからちょっとね、調べたところ、はい、もうちょっと先の公園にも、はい、透明トイレがあることが分かりましたので。本当に何箇所も点火してるらしいんで。はい。ちょっとそちら行ってみようと思います。はい、これや、あった。これよ、丸亀くん。あれ？さっきとなんか似てないですか？いや、また透明やないやん、これ。故障してんのかな？故障しすぎでしょうよ。他はもう全部使ってるか。全部、いや、またトイレダメでした。いや、そんなことある？大事故は一斉に透明露出事件あった、ね、露出事件あるやろ、これ。そんな2カ所のね、透明トイレが揃って故障、はい、いや、大問題ですよ。だから、やばい、見えちゃったっていうことが1回ないしは2回何回かあった可能性があるね。トイレですから、1回見えてても1回しなきゃいけない状況の人が発生してるね、はい。で、あとも、どうしてくれるんだみたいな。いやもうこれはますます気になる。もうトイレフェチとしては、いや、そうだったのもうでも、もうトイレ行きたくてしょうがないんで。いや、そうトイレは行きましょう。はい、いや、すっきりしましたいや普通のトイレやから。ということで、スケスケのトイレは体験できなかったです。悔しいですね。また次回チャレンジするです。トイレだけにもうひと踏ん張りですね。